I can still remember most exactly. あ、おしょうはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。何してたんですか？ちょっと英語の論文を読んでました。あ、英語の論文なんですね。はい、今の。何のために？私、おしゃ、MBA を取ります。はい、どうも、アイランドです。今日は一人で YouTube の撮影してます。今日はなんで一人なんですか？まあね、この前アイランドのチャンネルのチャレンジ企画っていうのでどんどん動画が上がってきて、まあ翔太とかゆうたろうくんとかのこれやりますみたいなチャレンジ動画が上がってきてて、おしゃ何するんすかっていう。おしゃ、俺は覚悟を決めて人生かけてチャレンジしてるで。おしゃのチャレンジしてる姿もみんな見たいと思ってるから、俺 YouTube にこの動画上げて追い込んでもらうから。煽り動画がアップされてて、それに対するアンサーを今日は取りました。あ、なるほど、はい、さっきあの MBA を取るって話を聞いたんですけど、はい、MBA ってそもそも何かちょっと知らない人多いと思うんで、はい、教えてもらってもいいですか？ MBA はStar of Business Administrationの略なんですけど、経営学修士、大学院の経営について学ぶ大学院に行くっていう感じです。ちなみになんか撮りたいと思った理由とかって？まあ、アイランドチャンネルって僕らやってるんですけど、同時に僕が株式会社アイランドっていう会社の代表をやってて、まあ、なんか会社がどん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 でかくなってくると、やっぱ知識みたいなのがいっぱい必要になってくるんですよね。 MBA っていうのが人、物、金、情報みたいなのを扱えばいいかみたいなのを学べるようになってるんですけど、なんかそれをもっと知識つけていきたいなって思ってということでしました。会社がもっと大きくなっていくと楽しくなってくると思うんで。あ、なるほど、はい、ちなみになんかあの一般人からしたら MBA って単純にこう聞いたらなんかその頭めっちゃいい人しか取れないみたいな、はい、なんか感覚があるんですけど、おしゃってなんかめっちゃ学歴いいですよね多分。ちょっと待って、やっぱなんかあの正体ゆうたろくんこのなんかカメラマンのこにちゃんもね拳で戦っていくみたいな感じだったんで、僕もちょっと個性生かしてこっちで戦おうかなと。MBA を取るに向かっての意気込みを、はい、そうですね、結構大学院2年間通わなきゃダメなんで、しっかりあの勉強してね、チャンネルも会社もでかくなって、はいはいはい、なんかあのそこで学んだ情報とかも発信したりできたら面白いなって思います。で、この動画がいいと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします。今日も一日元気ポーズ。